白石舞は、日本の女優、タレント、ファッションモデル、ユーチューバー。女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバー、ラームの元レギュラーモデル、レイの元専属モデルである。群馬県出身、乃木坂46合同会社所属。身長162センチメートル。血液型は A 型。愛称は、マイアン。1992年8月20日。 群馬県で生まれる。幼稚園児の頃、将来の夢はケーキ屋だったが、小学6年生の時、ファッションに対する興味から、スタイリスト、モデルを夢見るようになる。中学1年生の時、モデルを通じて音楽が好きになり、吹奏楽部へ入部。その後、ソフトボール部に転院部。群馬県の中学校に在学中、学校でいじめを受けて、不登校になり、卒業後は、 母親と共に埼玉県へ引っ越し同県の女子高等学校へ進学。高校2年生の時まで保育士を目指し保育関係の選択授業や検定試験を受けていたが、高校3年生の時に進路相談で音楽の専門学校を知り、夏休みに体験授業を受けたことがきっかけで音楽の専門学校へ進学。両親からは短期大学を勧められたが、 音楽の道で頑張ることを約束し説得した。専門学生時代は、歌のレッスン、リスニング、音楽理論、ゴスペルを学び、スピードやパフュームのような小規模のダンスボーカルユニットを目標に勉強していたが、担任講師から勧められ、乃木坂46の一期生オーディションを受験する。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。 オーディションでは、西野カナのこのままでを歌唱。暫定選抜メンバーに選ばれ、立ち位置は中列だった。ダンス経験がなかったため、乃木坂46の連日朝晩続く、ダンス練習に苦闘し、歌手とは異なるものになってしまいそうで、想像していたのとは違うところへ来てしまったのではないかと考えたが、乃木坂46のメンバーと話し合い、 両親との約束を思い出した結果、この活動に前向きに取り組むことを決めた。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで CD デビュー。同年5月2日、乃木坂46のセカンドシングル、おいで、シャンプーのカップリング曲、偶然を言い訳にしてで、初のユニットを務めた。同年11月8日、 ガールセワード2012オータム、ウィンターで、西野七瀬と共にモデルデビュー。2013年1月1日、CDTV スペシャル。年越しプレミアライブ2012-2013に、乃木坂46として出演し、制服のマネキンで、初のセンターを披露。同年1月5日より、バラエティ番組、馬好き。にて、MC として、 初の単独レギュラー出演を開始。同年1月13日、乃木神社で成人式を迎える。同年3月23日、ファッション誌、レイの専属モデルに起用され、乃木坂46で初のファッション誌専属モデルとなった。同年6月15日、2009年の週刊賞を制した、レッドギザイアの前弟に、君の名はセンターと命名。 同年7月3日、乃木坂46の6 t シングル、ガールズルールで、ファーストシングル、ぐるぐるカーテンからフ、5フスシングル、君の名は、希望までセンターを務めた、生駒里奈に代わって、センターを務める。それまでは、生駒里奈についていくことのみを意識していたが、ガールズルールでセンターを務めたことによって、出演番組で応対を任せられるようになり、グループ全体を意識するようになる。 同年11月、サマンサティアラ2013クリスマスジェリーの CM に出演し、サマンサタバサのイメージモデルとして、サマンサミューズに就任。同年11月23日、レイで初の単独表紙を務めた。2014年6月、16人のプリンシパルトロワで、主要重役を制覇。同年12月10日、初のソロ写真集、清純な大人を発売。 写真集は週刊推定売上3万1807部を記録し、2014年12月22日付のオリコン週刊ランキングのブック総合部門で7位を獲得、初版発行部数は10万部を突破した。2015年1月23日、ファーストフォートブックマイスタイルを発売。写真集は週刊推定売上19004部を記録し、 2015年2月2日付のオリコン週間、ランキングのブック総合部門で4位を獲得した。2016年8月23日、レイの2016年10月号から3号連続でカバーガールを務める。同年12月7日、セカンドソロ写真集の公式ツイッターを開設した。2017年2月7日、セカンドソロ写真集、パスポートを発売。 写真集は2017年2月20日付のオリコン週間ランキングで週間推定売り上げ10万3520部同ランキングのブック総合部門と写真集部門で1位を獲得女性ソロ写真集として初の週間推定売り上げ10万部を上回り歴代最高記録を達成2017年上半期オリコン本ランキング写真集部門で1位となった ヒット要因は、女性にも楽しんでもらえる、写真集をという白石舞の意向を引き継ぎつつ、乃木坂46グループ内で、ランジェリーショットを初解禁した作品で、男性が好む、セクシーカットと、女性が好む、美しいオシャレなカットや、本のサイズを両立させた点、予約開始から発売まで2ヶ月間を設け、40ページ近い写真をネット公開して、 期待感を煽りながら話題が途切れぬようマーケティングを行った点にある。2018年3月12日、乃木坂46の 20th シングル、シンクロニシティで、ガールズルール以来約4年9ヶ月ぶりの単独センターを務めることが発表された。同年3月23日発売の05月号をもって、同雑誌専属モデルを卒業。同年三月三十日、 東京ドームで行われたプロ野球の開幕戦で、試合前に、桜井玲子、西野七瀬、生田恵里花、久保志織、山下瑞木と共に、国家聖賞。同年5月12日放送の、世にも奇妙な物語18春の特別編、フォロワーで、ドラマ単独初主演。同年5月17日発売の、ラーム0345をもって2012年の、総刊号より、 約6年間勤めてきた同志レギュラーモデルを卒業。同年6月21日、キリン氷結のプロモーションのため、インスタグラムのアカウントを期間限定で開設。同年7月4日、2018年上半期 TV、CM 会社数ランキングの女性タレント部門1位を獲得。同年11月、日経トレンディの2018年今年の顔に選出。 同年12月4日、2018年 TV、CM 会社数ランキングの女性タレント部門1位を獲得した。2019年5月、セカンドソロ写真集、パスポートが累計発行部数36万部を記録し、同年11月6日に、生田絵里花と共に、第1回、野間出版文化賞特別賞を受賞。2020年1月7日、 同年3月25日発売の、乃木坂46の25スシングル、幸せの保護色をもって、乃木坂46を卒業することを発表。同年5月5日6日7日に東京ドームのライブで、卒業予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、卒業ライブは中止、卒業も延期となった。同年6月、日経エンタテインメントの、 タレントパワーランキング2020女子アイドルランキングで1位を獲得。同年8月18日 YouTube チャンネルを開設。誕生日に当たる8月20日に第1回目の配信を実施。この日の配信において延期していた卒業ライブを10月28日に配信ライブで開催することを発表した。同年10月26日放送の TBS テレビ系列。 CDTV ライブ、ライブ、2時間スペシャルに出演し、白石のセンター曲、ガールズルール、今、話したい誰かがいる、インフルエンサー、シンクロニシティ、幸せの保護色5曲のメドレーを披露し、乃木坂46として、最後のテレビ音楽番組の歌唱をした。同年11月1日、白石マイオフィシャルサイト、インスタグラムを開設。 同年11月18日、アナナワード2020ミューズ部門を受賞。同年11月26日、乃木坂46公式サイト内の公式ブログが閉鎖された。愛称は、マイアン。キャッチフレーズは、四次元から来ましたマヨラ星人、19歳、白石舞です。白い肌が、チャームポイント、23歳、白石舞です。国籍さんと、 バラエティで名付けられたキャラクターもあるが、本人によれば元である。千早やふの綾瀬千早に似ているとよく言われる。憧れの女性は、石原さとみ、段蜜、佐々木望森エリ香。声や芝居の仕事に興味がある。3歳上の姉が一人いる。好きな食べ物は、さつまいも、芋、ケンピ、エクレア、ミルクレープ、バウムクーヘン、野菜、甘いみかん。 スターバックスのキャラメルフラペチーノ、ドライマンゴー、寿司、甘いもの、中尾の牛丼。好きなラーメンは、豚骨醤油ラーメン。好きな飲み物は、オレンジジュース、CC レモンのポカリスエット割、ジャスミンティー。好きな作家は、山田祐介、港かなえ。好きな本は、山田祐介、罰ゲーム。好きなアニメは、低音。ただし、アニメや漫画より小説を好み。 ミステリー小説を読む。好きなものはテディベア。幼稚園児の頃にテディベアを誕生日プレゼントされたのがきっかけで好きになり、集めている。部屋は白色と茶色で統一され、L 字型の茶色のソファーがある。靴は30足ほどあり、歩きやすい靴を好む。お気に入りの基礎化粧品は3。好きな色は水色、白、黒。モンスターハンターで好きな武器は立ち。 好きなモンスターはキリン。趣味は歌、料理、ショッピング、百円玉集め、インテリア集め。歌は洋楽や加藤ミリアの曲を聴く。洋楽は音楽の専門学校のゴスペルの授業や英語曲のボーカルレッスンがきっかけで聴くようになり、アリシア・キーズ、バックストリート・ボーイズ、ワン・ディレクション、レッド、ホット・チリ・ペッパーズ、マルーン・ゴ、ジャスティン・ビーバー、マドンナなどを聴く。 休日は、ニーヨー、バックストリートボーイズを聴く。カラオケでよく歌う曲は、西野香菜、このままで、乃木坂46、嫉妬の権利。好きなアーティストは、洋楽では、アッシャー、チャーリープース、アリアナ・グランデ。邦楽では、西野香菜、ユイ、エブリー・リトル・シング、シーナ・リンゴ、小袋、ファンキー・モンキー・ベイビーズ。中でも、 西野かなは白石にとって一番憧れている人でもあり、白石の花宝は音楽番組で共演した時にもらった西野かなのサイン。100円玉は銀貨として集めている。ボディスクラブ、帽子も集めている。特技は料理、モノマネ、射撃。ソフトボールは投げるより打つ方が得意で、急速100キロのボールなら打ち返せる。日本のプロ野球の公式戦で、 死休式を務めた経験もある。フラフープは3つ、同時に回せる。得意料理は、ハンバーグ、餃子、調理師免許の取得を考えている。モノマネは、高山和美、仲間幸恵、ボビーオーロゴンなどをできる。習い事として、英会話、書道、水泳、ピアノの経験がある。乃木坂46の、古参や、モンハン選抜、アンアン美脚選抜、 メガネ選抜。乃木坂46のエース、美の象徴と評され、男性だけでなく、女性からの支持も厚い。乃木坂46ではポジションよりも、パフォーマーとしての評価を重視しており、良い曲にはそれに見合った良いパフォーマンスが提示されなければならないと考えている。理想のセンター像は、調和を大事にできる人、将来は5人組ユニットの結成を考えている。 白石と高山和美のユニット曲、渋谷ブルースでは二人の頭文字である、白、甲を取ってホワイトハイと呼ばれており、ボケ担当を白石、ツッコミ担当を鉱山とするお笑いコンビの結成を考えている。その他、白石が長島聖羅を芋炭と呼び、長島が白石をお姉玉と呼ぶ芋玉コンビを非公式に結成している。乃木坂クスで好きな曲は、 立ち直り中、命は美しい、君の名は希望。好きなミュージックビデオは、ロマンスのスタート、白米様、でコピン。特に仲の良いメンバーは、松村さゆり、秋元真夏、生田絵里花、高山和美。松村とは、同い年ということもあり、結成初期から、仲が良く、ファンからも、さゆまいと呼ばれ、親しまれている。推したいメンバーは、生田絵里花、理由は歌。 ダンスピアノが上手で、スタイルもよく可愛いからである。秋元真夏とは誕生日が同じであり、白石が一歳年上である。卒業シングルとなる、幸せの保護色のタイプ A に収録されるソロ曲、じゃあね。では、乃木坂46メンバー初の作詞に挑戦した。乃木坂46眉坂46、乃木坂 AKBIZE4648、 乃木坂46この記事は以下のカテゴリでも参照できます。正純な大人に関するカテゴリ、パスポートに関するカテゴリ。ありがとうございます。